フランス対オランダの激アツ試合、結果はまさかの〇〇に。オランダとフランスは引き分けか。レベル高くておもろかった。どっちも硬かったな。攻めがあんまり冴えなかった。シモンズのが取り消されなければな。冷静にあのゴールが取り消されて即交代になるシモンズかわいそうすぎてこれ。シモンズもう泣きそうな目してたやん。エンバペの存在でかすぎるな。仕方ないのは仕方ないけど、フランスはエンバペナイズされすぎてるよね。もうエンバペなしじゃ無理な体になっちゃってる。エンバペのチートナイトもっさりすんな。グリーズマン先般すぎておもろい。さすがにグリーズマン外しすぎ。グリーズマンに対するフランス国民のヘイトやばそう。オランダの CD と LSD 一人ずつ日本に分けてもらえませんか？